安室奈美恵さんの CD を初めて買いましたね<あ>すごく好きで、うん、この業界に入ったのも安室さんがきっかけで入っているんですけど一、うん、人カラオケめちゃくちゃ好きで、えー、すっごい一人で行きますすっごい一人で行く <laughs> <laughs> ではぬくみさんまず会場の皆様に一言ご挨拶お願いしますはい、えっと、ぬくみメルです本日は皆様よろしくお願いしますよろしくお願いします すごく軽いんですよもうだからすごくなんかお出かけん時にも困らないしあとデザインがすごくレトロで可愛くてこうファッションにも合いやすいし今流行りの Y2K ファッションとかにも合わせやすいのですごいな,んかなかなかないデザインですごくお気に入りですなんかアクセサリー感覚でもつけられるなと思ってとても気に入っています。結構私私服がカジュアルな ファッションすることが多いんですけど本当に T シャツにデニムとかにすごく合うし、うん、可愛いです初めて買った CD は何かか覚えてますか CD は安室奈美恵さんの CD を初めて買いましたね<あ>すごく好きで、うん、この業界に入ったのも安室さんがきっかけで入ってるんですけど、うん、それぐらいライブも行ったりとか母の影響ですごく好きで、うん、初めて買ったのを覚えてます そうなんですね、はい、でも周りだと結構ダウンロードが多かったりする世代でもありませんそうですね CD で車とかで聞いてましたね<あ>、はい、そうなんですねじゃあやっぱり CD だとちょっと形に残るものって思い出にもね、うん、残りやすいですそうなんですよ買ったって自分でやっとそういう残るのがすごく嬉しくて、うん、可愛いし <laughs> はい買ってました思い出になりますよねはい で、また最近だとこうどんな曲を聴いたりしますかね？最近というかもうずっと好きなんですけど、ヤバい t シャツヤバい t さんがすごい好きで、はい、結構聞きますね。毎日聞いてます。毎日毎日聞きます。結構ハイテンションな曲多いじゃないですか。<laughs> はい、もう結構もう仕事終わりで。ああ、疲れたなっていう時とかでも、うんうん、全然聞きます。<ー>でもその中にも結構。 なんていうんですかばなんでバラードっぽい曲調の肩幅グッテーとかがあるのでそれで落ち着いた落ち着きたい気分の時はそういうの聞いたりとかめちゃくちゃ好きですねずっとあそうなんです、ね、歌うし聴くしみたいなカラオケでも歌われるんですか歌います、えー、<laughs> 結構まあ男性パート女性パートみたいなはいはい難しい感じになりそうなんですけどす、ね、全部一人で全部一人で <laughs>、はい <laughs> 歌います。ちなみにカラオケはみんなでワイワイ行きたい派ですかそれも。私は一人カラオケめちゃくちゃ好きで。すっごい一人で行きます。すっごい一人で。はい。結構一人で行ったら、どれぐらい滞在するんですか?。えフリータイムで滞在して、自由に出たりとか、結構行きますね。何時間もいます。あ、そうなんです。ここで台本覚えたりとか、逆に。あ、歌うだけじゃなくて、空間として。空間として利用してます。すごい好きで。はい。